言葉天皇、言葉天皇、言葉天皇、一1 8 0年八月六日、自称四年七月十四日から二百三十九年三月二十八日、炎王元年二月二十二日は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての第八十二代天皇、在位、1八十三年九月八日、a 二年八月二十日から1九十八年二月十八日、 研究九年一月十一日、忌み川高平、高平、高成。高倉天皇の第四巫女。母は、傍門信高の娘、職師、七条院。後白川天皇の孫で、安徳天皇の異母帝にあたる。文武両道で、新古今和歌集の編纂でも知られる。鎌倉時代の1221年、上級三年に、 鎌倉幕府執権の北条義時に対して討伐の兵を挙げたが、この上級の乱で朝廷側が敗北したため、沖に配慮され、1239年、炎王元年に同地で放御した。受英2年、1183年7月25日、基礎義仲の軍が京都に迫ると、平家は安徳天皇と新京賢治を放じて西国に逃れた。 これに従わなかった、後白河法皇特業の間では、平気追悼を行うべきか、それとも平和的な交渉によって、天皇と新教賢治を帰還させるかで意見が分かれた。この過程で、吉中や源の頼朝への恩賞問題や、政務の停滞を解消するために、安徳天皇に代わる新種戦争問題が浮上しいた。8月に入ると、後白河法皇は、 神義なき神帝戦争と安徳天皇に期待をかけるかを牧戦に託した。結果は後者であったが、すでに兵士討伐のために新種戦争の意思を固めていた法王は、再度占わせて、喫境半分の結果をようやく得たという。法王は、九条金金にこの答えを持って、直問した。金金は、こうした。 決断の下せない法王の姿勢に不満を示したが、天使の位はついたちたりとも書くことができないとする立場から新種戦争に賛同し、携帯天皇は即位以前に、すでに天皇と称し、その後検事を受けたとする宣令がある、携帯天皇宣令施設。ただし、日本書紀には、こうした記述はなく、金々の五人と考えられていると直答している、玉葉寺 a 年八月六日上。 10日には、法王が、改めて左右内大臣らに意見を求め、さらに博士たちに関門を求めた。そのうちの藤原春行が出した関門が、イロあざる衣装、字の甲に要霊として残されており、神はかされ神その宝二木、神儀は、神なので、正当な持ち主のもとに必ず、木と述べて、神儀なき神帝戦争を肯定する内容となっている。神帝の候補者として吉中は、 北陸軍を推挙したが、後白河法王は、安徳天皇の異母帝である四歳の高平親王を即位させることに決めた。単語局の進言があったという。8月20日、後鳥羽天皇は、大乗天皇、後白河法王の印前を受ける形で戦争し、その儀式は、天示関係を除けば、上位の礼に倣って実施された。即位式も、元略元年。 1184年7月28日に、同様に人儀のないままに実施された。安徳天皇が退位しないまま、言葉天皇が即位したため、樹影2年、1183年から平家滅亡の、文治元年、1185年まで、在位期間が2年間重複している。壇の裏の戦いで、平家が滅亡した際、人儀のうち方剣だけは海中に沈んだままついに、 回収されることがなかった。文治三年、1187年9月27日、佐伯景博の封建探索失敗の報告を受けて、創作は事実上念された。以後も、研究元年、1190年1月3日に、行われた天皇の元服の儀なども人儀が揃わない、まま行われた。上元四年、1210年の純徳天皇戦争に、際して、 すでに上皇になっていた、後鳥羽天皇はくしくも三種の神器が京都から持ち出される前月に、伊勢神宮から、後白川法王に献上された剣を封建とみなすこととした。だが、後鳥羽天皇は、その2年後の建略2年、1212 12年になって、ケビン氏であった藤原修皇を西国に派遣して、封建探索に当たらせている。伝統が重視される。 宮廷社会において、行為の象徴である三種の仁義が揃わないまま知性を過ごした言葉天皇にとって、このことは一種のコンプレックスであり続けた。また、言葉天皇の知性を批判する際に仁義が揃っていないことと天皇の不徳が結びつけられる場合があった。言葉天皇は一連のコンプレックスを克服するために、強力な王権の存在をうちに示す必要があり、それが、 内外に対する強硬的な政治姿勢、ひいては上級の乱の遠因になったとする見方もある。研究三年、1192年3月までは、小白川法皇による陰性が続いた。小白川院の死後は、関白、九条金真が朝廷を指導した。金真は、小白川法皇が寄避した、源頼朝への征夷大将軍の授要。 実現したが、頼朝の娘の時代問題から関係が疎遠となった。これは、土御門道下の作望によると言われる。研久七年、1196年、道下の娘に、巫女が生まれたことを機に、政変、研久七年の政変が起こり、金金の勢力は、朝廷から一掃され、金金の娘、秀子も、中宮野の,の位を奪われ、宮中から追われた。この政変には、 よりともの同意があったとも言う。元九九年、千百九十八年一月十一日、土御門天皇に上位し以後、土御門純徳、中京と、上級三年、千二百二十一年まで、三代二十三年間に、渡り、上皇として、陰性をしく。上皇になると、土御門道家をも廃止、天上人を整り、旧来は、 天皇在位中の天上人はそのまま院の天上人となる官邸であったして、陰性機構の改革を行うなどの積極的な政策をとり、昭治元年、1199年の頼朝の死後も、対等する鎌倉幕府に対しても強硬な路線を取った。兼任2年、1202年に、九条金実が出家し、土見門道地下が急死した。すでに、後白河法皇。 源頼よりともも死去しており、言葉上皇が、名実ともに、辞典の君となった。翌年の時目は、上皇主導で行われ、藤原定家は、時目弁出自営領云々と記している、赤月期、研究3年に1月13日上。また、九時の再高古日の整備にも、積極的に取り組み、定心の統制にも、意を注いだ。その厳しさを、定家は、 近代ごと遠古び耳、赤月期権略元年8月6日上と表している。その後、源千畑が三大将軍になると、上皇が自ら、佐根友の名乗りを定め、生間関白期、兼任三年9月7日、上、佐根友を取り込むことで、幕府内部への影響力拡大を図り、幕府側も子供のいない、佐根友の後継に、上皇の御子を迎えて、政権を定めさせる。 宮将軍の構想を打ち出してきたことから、懲悪関係は一時安定期を迎えるが、佐根友が、老いの苦行に暗殺されたことでこの関係にも終止符が、打たれ、宮将軍も、上皇の拒絶にあった。上級元年、1219年、大理守護である、源頼重が、西面武士に襲われて、大理の忍術殿に籠もって、討ち死にを遂げ、その際の火災によって、 忍樹殿ばかりか、義与殿、高架木殿など、代理内の多くの施設が消失した。この原因については、来茂が将軍の地位を狙ったとする説や来茂が、上皇の倒幕の意図を知ったからなど小説ある。このため、上皇は、堀川道友を上系として、代理再建を進め、全国に対して、増代理役を一国平均役として付加した。だが、 東国の児党たちはこれを拒絶したため、最終的には、西国からの費用で再建されることになった。ただし、その背景として、懲幕関係の悪化があったのか、朝廷や幕府に強制的に徴収する力がなかったのかについては不明である。この再建が上級の乱以前に完成したのか、乱によって中絶したのかについては定かではないものの、この代理再建が朝廷主導による、 代理造営の最後のものとなった。上級三年、1221年5月14日、後鳥羽上皇は、時の執権、北条義時追悼の院前を出し、山田重忠ら有力御家人を動員させて、機内、金国の兵を招集して、上級の乱を起こしたが、幕府の大軍に完敗。わずか二ヶ月後の七月九日、十九万都合する。 大軍を率いて上京した、義時の着難、安時によって、後鳥羽上皇は、沖島、沖国海士軍の中の島、玄海市長に配慮された。父の計画に協力した、淳徳上皇は、佐渡島に流され、関与しなかった土御門上皇も、自ら望んで、土佐国に、選った。これら三上皇の他に、陰の見込みや美勢親王は、田島国へ、来日都市は、 自然国にそれぞれ配慮された。さらに、在位わずか3が、月足らずの中京天皇、当時4歳も廃され、代わりに、高倉院の孫、茂仁に王が、後位につき、その父で後位を踏んでいない後高倉院が陰性を見ることになった。ゴッドバインは、おっきに流される直前に出家して、法王となった。赤月記の記録によると、文脈2年。 1235年の春頃には、摂政、九条道家が、後鳥羽院と順徳院の環境を提案したが、北条康時は受け入れなかった。四条天皇大の縁王元年、1239年2月20日、廃所にて崩御した。去年60、同年5月、玄徳院と死亡が送られた。平時によると康時が死亡した、任時三年。 1242年の6月に、九条道家が、追合を改めることを提案し、改めて、言葉院の追合を送ることとなった。あと、高倉高等の断絶によって、小佐賀天皇、土見門院御子の即位となった、明治三年、1242年7月にはまさに、院号が、言葉院とされた。言葉院、言葉院、言葉の院は、中世屈指の過人であり、 その仮作は広大にまで大きな影響を与えている。院がいつ頃から仮作に興味を持ち始めたかは、噴明ではないが、通説では、研究9年、1198年1月の上位、並びに、同8月の熊野美幸以降急速に和歌に、志すようになり、正治元年、1199年以降盛んに、歌会、歌合わせなどを行うようになった。 院は、当初から、当時審議どころだるまかと、企業法編書を半ばしていた九条家家団、ことにその中心人物だった、藤原定家の家風に同経年を抱いていたらしく、正治二年、1200年7月に主催した、正治書土百首赤では、四季市内親王、九条義経、藤原春勢、次縁、若連、藤原定家、藤原家ら、 九条家家団の御子左家系の家人に英陣を求めている。この百首歌を機に、院は藤原春勢に支持し、定家の作風の影響を受けるようになり、その家作は急速に進歩してゆく。同年8月以降、生じ後、土百首家を召す。対象となった家人は、明日正月、源、友近、鴨野町名、後鳥羽陰宮内京ラインの近親を中心とする、新人。 この時期、院は、熱心に新たな家人を発掘して周囲に仕えさせており、これが後に、九条家家団、三子左家の家人らと共に代表的な、新古今家人として成長する、院近親一派の基盤となる。二度の百種化を経て若に志を深めた院は、直線衆の先進を思い立ち、兼任元年、1201年7月には若歌書を再興する。よりうどは、 藤原義常、寺園、土御門道家、源、道友、尺は、春勢、藤原定家、若連、藤原家隆、藤原隆信、藤原有家、六条、藤家、源友地下、藤原正常、鴨野町名、藤原修能の14名、最後の3名は後に追加、開校は、源の課長である。また、これより以前に、未曾有の歌合わせ、 1500番歌合わせを主催した。当代の主要歌人30人に100しかを召して、これを決断し、歌合わせ形式で半紙を加えるという空前絶後の企画だったが、この歌合わせは、新古今季の過論の充実、新進歌人の成長などの面から見ても日本、文学史上大きな価値を持つ。さらにこのような大規模な企画を経て、同年11月には、藤原定家、 藤原林恵、源、道とも、藤原家高、藤原正常、若連の六人に直戦衆の命を下し、新古今和歌衆戦進が始まった。同州の編集にあたっては、赤月記その他の記録から、院自身が選火、配列などに深く関与し、実質的に後鳥場院が選者の一人であったことも明らかになっている。また、 室町時代の皇族貞房親王、御花園天皇ジップが表した日記、関門日記応三31年2月29日上、高松のみや急造本には、後鳥場院の新規、日記のうち、憲法3年5月15日19日及び11月11日上の一部が引用されている。そこには、院が、お忍びで、地下レンガの席に出向いて、当時自らが出していた。 千金令、総千金指令に反して、銭をかけて勝利したと、後日このことを、見苦しとしながらも、再びレンガで掛け事をしたことが記されている。後白川法皇の法御後は自ら神聖及び、陰性を行ったが、自天の君として、土見門天皇を退かせて長愛する、純徳天皇を立て、その子孫に、好意継承させたことには、貴族社会だけでなく、 他の親王たちからの不満も勝った。また三種の仁義を書いた、即位の敬意も不評を勝った。先制的な防政や無謀な挙兵計画に対しては、院の側近以外の貴族たちは、冷ややかな対応に終始した。このため、上級の乱後においては、幕府の政治的影響力の拡大を差し引いても、言葉院に同情的な意見は少なく、具関省六大正直。 人能政党期などはいずれも、因果、波動的な政策を追求した結果が招いた、自業自得の最後であったと手厳しいものがあった。還元2年、1244年には、後鳥羽上皇の追前八皇が、下沙汰、朝廷主催の行事に格上され、工事2年、1248年には、後佐賀上皇が、後鳥羽上皇が訂正化したものの上級の乱で、中絶した。 因護師を最小公選例として復活させた。これは、土御門天皇系の御佐賀上皇、天皇が、皇位継承をめぐって、緊張関係にあった、純徳天皇系の中、世を、中京天皇の弟に対抗するために、土御門系が、後鳥羽上皇、天皇の正当な後継者であることを主張する、必要があり、その前提として、後鳥羽上皇の名誉回復を進める必要があった。 ためである。これは、ただ明を支持派を抑えて、誤佐賀天皇即位を強行した鎌倉幕府の暗黙の了承の上での行為であった。一方、鎌倉幕府滅亡後には、家人としての後鳥羽院を再評価しようとする動きも高まった。マスカガミにおける後鳥羽院は、こうした和歌をはじめとする、宮廷文化の擁護者としての側面をより強調している。入る後の家庭三年。 千二百三十七年に、後鳥羽院は、一万一にもこの世の猛年に惹かれて、まえん、魔物となることがあれば、この世に災いをなすだろう。我が子孫が世を取ることがあれば、それはすべて我が力によるものである。もし我が子孫が世を取ることあれば、我が菩提を弔うようにとの置き踏みを記した。また、同時代の公家、平常隆の日記、平時には、三浦義村や北条時房の死を、 言葉院の音量が原因とする記述があり、音量と化したと見られていた。刀を打つことを好み、備前一文字派ののりむねをはじめとして諸国から丹野を召して、隙盤を定めて担当させたと伝えられる。また自らも焼き場を入れ、それに十六弁の菊門を毛彫りしたという。これを、御所焼き、菊五作などと呼ぶ。皇室の菊門の始まりである。 ホッケ系の一部の著作では日蓮が言葉の行員であるとするものもあるが、同時代にはそのような資料がなく、史実とは見られていない。ミササギは、宮内庁により、京都府京都市左京区大原勝利人町にある大原寮を原のミササギに事情されている。宮内庁上の形式は、石像1310また、島根県沖郡天町には沖海士町寮。 沖山町の三ぎと、通称される仮想図家がある。広島県三次市作議町公用土台山にも、天皇山と呼ばれる山があり、後戸場院御両と呼ばれる三ぎが存在し、同じく三次市作議町公用土川下には、後戸場院尊義という各赤等が伝えられている。皇居では、高麗殿、宮中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、 天皇の礼が祀られている。また、大阪府三島郡島本町にあった水瀬離宮の後は、水瀬神宮となり、後鳥羽院が祭人として祀られている。その他、法事元年、1247年に、鶴岡八幡宮敷地内に建立された今宮は、後鳥羽院を出身とし、順徳院、土御門院、五地蔵の長剣を合志している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。